聞き勝手いいですか、パピヨンを。ダメです。電話していいですか、欲しいですって。いいんですか、いいんですか、電話するよ。いいんですか、いいんですか、いいんですか、いいんですか。そら、そら。マダムパピヨンに来ました。すごい。パパ喜んでます。パパ嬉しそう。パピヨンちゃんについに会えるって喜んでる。入ります。この子たちはどのくらいですか？3キロくらいですか？3キロは超えると思う。もう1キロちょいぐらいはあるかな。でも1キロあるんです、はい、そうなんですね。ちっちゃいな。お腹パンパンなんでね、それで体重もあるかな。かわいい。やっぱ吉右衛門の子だとどうしてもちっちゃい子は多い。あ、そうなんですね。吉右衛門くんがちっちゃいんだ。そうですね。この子は一応他に見たい人も入ってる。あ、こっちですか。こっち、こっちの子。あ、そうなんだ。かわいいもんな。かわいい。こんにちは。君もかわいい。ずぶといね。すごい。カラメ犬じゃない。かわいい。君男の子。うん。え、この子は吉右衛門じゃない？じゃなくて。顔はこっちの子の方がタイプなの。うん。顔のね、顔とね、あと。やっぱここの模様が好きなんだよね。模様と色と白のね。撮れんの？カメラ目線できんの？かわいいね。かわいいじゃん。でも君の場合はね、今日決めてかないとね。なければないと思う、うん、もう来週はいないね。君もね、いないかもしれないけどね。かわいいもんな。まあ縁だからね、わかんないね。入ってる人が来れなくなっちゃうってこともあるかもしれない。うん、そうですよね。どうするかよ。だってもう一匹見たかった子は昨日売れちゃったもんね。ね、そうよね。そんなに残ってないよね。かわいい。吉右衛門くん。長くてもトリミング切ったりしなくても平気なんですね。はい、足裏とお尻周りが。そうなんだ。かわいい。こんにちは。確かに。おとなしいね。ここにサマーカットしちゃう子いるんですか？何くんでしたっけ？生えてこなくなっちゃう。そ う, うちのそう、吉右衛門くんを見ちゃうとこの子の子が欲しくなる。すごいさ、顔がさ、そっくりの子供だね、さっきの子。そうですね、すごい、まあ、このまんまお母さんにも似てるんだけど、こういう顔になるのかな。こういう顔の子が好きなんだ。近いっちゃ近いですよね。吉右衛門も座ったも可愛いから。可愛いね。今までで一番スワトーちゃんが可愛い。じゃあスワトーちゃんのことにしよう。今までで一番スワトーちゃんが可愛い。じゃあスワトーちゃんのことにしよう。
母さんにもお父さんにも似てる感じ。この辺の黒いのはお母さんになるし、黒いのはだいぶなくなっちゃうと思うので。あ、そっか、消えちゃうって言ってました。でも俺この自分の子が欲しくて10年ぐらい見てたからな、ここのホームページ。そう、もう思い入れがあるのよ今までずっと見てきた見てるのに。本当だね。え、またね。名前なん、おみちゃんらしいぞ。本当か。もうちょっと考えようね。ね。またね。おそら。じゃあ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 。わあすごい。お肉お肉。待てよ。ここには、お座りでしょ。お座りでオニオンスープ。はーい、オニオン、オニオン渡して。はーい、こちらソースのサラダ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。手も当てろ。もう一回行くよ。もう一回行くよ。おいしいよね。手までおいしい贅沢だね。はい、めっちゃいい。でん、わー、美味しいね。めっちゃいっちゃいい。空危ないかな、いけるかな。肉だもん。うわ、贅沢。これは何？このリブロースステーキ、うまそう。熱いお肉、おいしそう。こっちテンダーロイン。重なっちゃって可愛いんだから。狙ってる狙ってる。